ちは。電力中央研究所で雷の研究をやっています三木と申します。よろしくお願いします。ここ実は497m なんですけれども、スカイツリーのタワーに雷が落ちたときにタワーに流れる電流をこの大きなロゴスキーコイルっていう電流センサーで測定をしています。ここでは、雷の電流を大きさがどれぐらいなのかとかどれぐらい時間流れ続けるのかとかをこのロゴスキーコイルで測定しています。でその測定したデータを地上の建物とか送電線とかの雷の対策に役立てています。そうですね、ここはタワーの真ん中ら辺の高さにある部屋になります。雷の電流を測るための測定器がここに置いてあるんですけれども、 497m のロゴスキーコイルで取ったデータがこの部屋の測定器に送られてきてここでデータを貯めています。そうですね、東京の平野部ではですね1平方キロメーターあたり年間 1,2 回の雷が落ちるだけなんですけれども、それでは雷を測定することができないんですね。でスカイツリーの場合は、年間10回ぐらい雷が落ちますので、その10回ぐらい落ちる雷を観測してで測定データとして蓄積していってるっていうことになります。2012年から、このプロジェクトをやってるんですけれども、9年間で86回雷が落ちています。スカイツリーはですね、すべて鉄の柱でできてますので、どこに雷が当たっても大丈夫なんです。雷が当たったとして、その落ちた雷はすべて、地下の深いところに流れていって、そこから地面の奥深くで、消えていくようになってますので、展望台だとかスカイツリーの中にいる人は全く安全で危険ではありません。今1階にやってきました。あの奥に見える赤い円形のものが1階のロゴスキーコイルです。雷は普通、タワーのてっぺんに落ちるんですけれども、 500m より低いところに想像以上に落ちてきてるんですね。なので1階にもロゴスキーコイルを2014年の春に、追加で設置しました。そうですね、実はこのプロジェクト、タワーの建設中から始まっているようなプロジェクトなんです。いろんな方々の協力で実現できてきた、ものなんです。で、この観測で得られている観測データは世界的にも貴重な観測データになっていきます。こちらスカイツリーの1階ではタワーの足元にロゴスキーコイルがご覧いただけますので、皆さんよかったら来てください。